広島陸軍幼年学校跡。広島陸軍幼年学校は、幼少時から幹部小高校を養成するため広島に設けられた、大日本帝国陸軍の全寮制の教育機関。卒業生は、陸軍中央幼年学校、後に陸軍横菓子官学校へ進んだ。当初は、広島陸軍地方幼年学校と称した。広島市中区元町の幼年学校跡に門柱が、 残されており、その傍らには、幼年学校費がある。1896年5月に、陸軍幼年学校条例が廃止され、代わって、陸軍中央幼年学校条例及び、陸軍地方幼年学校条例が制定された。これに基づき、東京に、陸軍中央幼年学校が置かれ、その下級学校として、広島に、 広島陸軍地方幼年学校が設置された。その他、東京、仙台、名古屋、大阪、熊本にも陸軍地方幼年学校が設立された。主な生徒数は約50名で13歳から16歳で入校し3年間の教育が行われた。学費は陸海軍の士官子則は半額であり、戦死者維持は免除とされていた。また、制服の襟に 金星のマークが付けられたことから、星の生徒と呼ばれた。卒業生は、中央幼年学校に進み2年間の教育を受けた。中央幼年学校卒業後は、主官候補生となり、各部隊で、下士兵卒の勤務を6ヶ月間ほど務め、陸軍主官学校に進んだ。1920年8月、陸軍幼年学校令が制定され、広島陸軍幼年学校と改称した。 しかし、1922年のワシントン海軍軍縮条約に代表される世界的軍縮傾向の中、1925年5月1日に廃止となった。1936年4月1日、中国での選挙区が拡大しつつある中、広島幼年学校が復活。ついで他の幼年学校も順次復活した。採用生徒数の定員は50名であったが、 戦時中は増員された。入校年齢は13歳から15歳までで3年間の教育を受け、卒業後は陸軍科士官学校に無試験で入学した。大魔人や妖怪百物語などを書いた大英の脚本家吉田哲郎は1945年8月6日の広島への原爆投下時には2年に在学中で原爆が落ちる前に学校の先輩、 アナンコレッチカ陸軍大将が一年生を殺すわけにはいかんと言って結局一年から三年生まで在校生は全員広島の山奥に疎開して原爆に遭っていないんです死んだのは先生と広島で入院していた生徒原爆10日後に広島市に入った生徒だけなんですと述べている同じく一年に在学中だった俳優の藤岡拓也も 7月26日に突然、疎開を命じられたことを証言している。太平洋戦争の敗戦に伴い廃止され、解散した。広島陸軍地方幼年学校広島陸軍、幼年学校広島陸軍幼年学校。ありがとうございます。